はいどうも、走る追いチャンネルです。今日はですね、フリーバッティングをしようと思います。自主練習でフリーバッティングって皆さんすると思うんですけど、この前紹介したフィールドフォースの飛ばないウレタンボール、打感重視のウレタンボールを使って練習をしてきます。で、ちょっと前にこれロングティーだったと思うんですけど、ロングティーだとボールの面がかなりツルツルなんで、打球がこうすごくはっきり分かれるっていう、ドライブの打球とこの内から打ってこういう綺麗な打球とすごいはっきり分かれてたと思うんですけど、今日はですねこれを使ってフリーバッティングをしようと思います。マシンとかでも使えるっぽいですが、今回は普通に手投げで打っていこうと思います。風の影響ですごいツーシームみたいなボールとかカットボールみたいなボールとかがはっきり出るんで、しっかり変化球を打つ練習もできるんじゃないかと思います。早速打っていきましょう。ちょっと変化球も投げてもらいます。変化球練習でちょっとカーブいきます。うわっ、うわ、めっちゃ曲がるわ。いいね、めっちゃ曲がるわ。よっしゃー、飛んでるように見えて飛んでないんだよ。ショートも定位置ぐらいストライクだよ。おっ、よっしゃー、練習で。あー、横に入るな。まっすぐはいいんだ。ターボーやっちゃった。めっちゃ今こう曲がります、ね、カーブ。うわ、いいね。結構曲がります、ね、結構もうちょっとひねるだけでツルツルなんで。結構いいコースだね。あ、めっちゃ曲がるわ。風もあるし、まっすぐです。いいね、いいね。しゃ、カーブがいい、まっすぐ。えい、ラスト。はい、というわけで今こちらのウレタンボールを使ってフリーバッティングを行いました。まあ、最初にも言ったんですけど、結構変化をする、まっすぐ投げても微妙に動くんで、ちょっとバッティングセンターの場合ってマシンのこういうまっすぐのボールだと思うんですけど、ちょっと動くボールなんで、ちょっと実践的になるかなと思いました。あとはまあ距離も結構、まあ芯を食った時っていうのはすごいいい打球が行くんですけど、ミスショットすると本当にドライブとか擦るとなんかポップフライもその辺で落ちる感じなんで、スペース的にもあまり使わないんじゃないかなと思いました。少人数で自主練とかする場合、これから冬になって多くなると思うんですけど、そういう時にちょっとフリーバッティングしたいけどボール拾いの時間もったいないなって時は、結構打球の多分飛距離が M 級の3分の1とか、まあ、半分以下なんで、その拾う時間も半分以下になって効率も上がると思います。まあ、ちょっとボールの耐久性も結構良さそうなんで、一冬ぐらいだったら全然持つんじゃないかなと思いました。
ちょっと気になった方はこちらの概要にリンクを貼っておきます。なんかマシンに入れて打ったりするのもいいと思うんですけど、やっぱりピッチャーのこのタイミングに合わせて自分が打つっていうのが実践感あると思うんで、もしよかったら使ってみてください。はい、というわけで今日はこちらのウレタンボールを使ってフリーバッティングをする動画でした。今日の走りおいチャンネルは以上です。あるでしょ。そして10月のプレゼント企画です。まずは Z のプロステータス軟式用グローブ、こちらイエローのグローブで少し小さめのグローブとなっております。二遊間のプレイヤーぜひ使ってほしいと思います。こちらを1名様にプレゼントいたします。続いてこちら、今話題のアクセフベルガードブルー1色の単色のネックレスを1名様にプレゼントします。チャンネル登録とコメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。ありがとうございました。